はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第41弾をお送りします。で、今回3問ですね、これやっていきますんで、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず問1からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあいつも通り画面下げますのでお待ちください。ちょっと画面動きますよっほっ、まあ、これでいいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、まあいつも通り情報を書き込んでいきます。まああと、まあ書いてあったんか、 y イコール2分の 1x2 乗、まずね、2次関数が2分の 1x2 乗で、A の X 座標がマイナス3だと。で、まあいつもね、言ってますけど、片方の座標書いてあるんだったら、もう片方も出しちゃおうぜとか、必ず使うからね。で、今、この Y イコール2分の 1X2 乗の上に乗ってますと。じゃあ、X がマイナス3なんで、X にマイナス3代入します。マイナス32乗するっていうのは、マイナス3かけるマイナス3なので、9になります。つまり、Y イコール2分の9だから、Y 座標は、まあ2分の9で、これで OK ですね。で、まずポイント一つ目が、その B が、これポイントね。B が A と Y 軸に対称、Y 軸対称ですね。つまり、ま、鏡に映った反対側にいますよ、ということなので、こっちがマイナス3、こっからマイナス3離れてるんだったら、当然こっちは3ですよね。だから、X 座標3だし、高さの部分、この2分の9っていうのは変わらない。同じ高さにいるからね。だから3の2分の9っていうのも B はすぐわかります。じゃあこの状態で1ですね。まずは変域からいきましょう。まあこれはグラフ関係ないので、まあ関係ないこともないけど、Y イコール2分の 1X2 乗で X の変域がマイナス3から4だと。こうですね。じゃあこの時に、Y の平均求めたいと。で、できる方はもちろん頭の中でやっちゃってください。で、ちょっと不安な方なんかは、もしこういうのない状態でね、ただの平均の問題だと思ったら、2分の 1x2 乗っていうのは下に凸つ。だから、まあ、こういうカーブですよね。こういうのを自分でフリーハンドで書いちゃいます。あ、適当で構いません。下のカーブか上のカーブか、そこだけが大事だから。で、x がマイナス3から4なので、x 座標がマイナス3のところと4、まぁ、ちょっと離れた4だね。そこに印をつけます。そこから打ち上げ花火を打ち上げてもらって、ぶつけます。両方とも。で、ぐるぐるってシャープ目でやってください。で、ぐるぐるって2個なった部分の間の部分。ここだけグラフで使いますよって話なんです、今。この問題に関してはね。だから両方消しちゃっても構わないです。こんな感じ。で、Y の変域っていうのは、答えるときは、Y が真ん中に来て、まあ、これと同じ状態ね。こうなる。で、数字が2個入ります。で、この数字っていうのは、今のグラフの一番高いところと一番低いところを使います。じゃあ、一番高いところどこかっていうと、こっちですよね。4の時のここです。じゃあ、4の時のこれを出せばいいから、まずここに4を代入します。X が4だからね。じゃあ、代入すると、y イコール2分の1かける4の2乗、つまり16です。四死16ね。じゃあ約分してこれは8です。ってことは一番高いところは8なので、一番高いところは右に書きます。こっちね。じゃあ一番低いところどこかなって考えると、低いところはここです。原点です。これは一番低い。ここ0ね、もうね。当然。なのでこっちが0となって、これが答えとなります。まあこういうと、こういう台本の中じゃなくても変域は本当によく出てくるので、必ずね、必ず取れるようにしておいてください。じゃあ2番のカッコ1か。いきましょう。Y 軸上に、この上ね、Y 軸の上に点 C を取りますと。で、O。O を書き忘れてた。OAB、OBCA。こいつがひし形になってほしい。珍しいですね。なかなかひし形出てこないんですけど、ここに、まあ、C って置いておきましょう。その時に、ちょっと黒で書きますね。よいしょ。ちょっとフリーハンドなんで、斜めなら許して。こんな感じでかな。この OBCA がひし形となりましたと
じゃあ、その時の直線 AC、ここです。これをまず求めなさいと。まあ、式ですね。求めたいと。で、ここに関してなんですけど、実はこれ C が速攻で出ます。速攻で出る。先に書きましょう。C。まあ、Y 軸の上に乗ってるので、X 座標0は決定です。これ絶対0ね。じゃあ、こっち何かっていうと、Y 座標ね、Q ですね。Q が、キーって言ったけど、Q、0の Q です。なぜかっていうと、ひし形の特徴として、まあ、ひし形っていうのは、こうね、対角線と対角線、こう、まあ、こう十字になってますけど、これが直角で交わるんですよ、ひし形って。で、しかも、まあ、右上、左上、右下、左下の三角形が全部同じ形になります。全部同じです。ってことは、今、ここの下の三角形、まあ、どっちでも構わないんですけど、これって3の2分の9なんで、3の2分の9なんですよ。長さとして、ここが3で、ここが2分の9になってます。ってことは、上の三角形も当然2分の9上がるはずなんだ。噛むね。上がるはずなんです。いい？ってことは、2分の9に2分の9を足すから9になる。っていうのはすぐわかる。C がね。ってことは、二つの座標、AC も求める、直線 AC だからね、二つの座標分かってるからすぐ出せるだろうと。しかも、C は切片だから今。だから、普段は Y イコール AX プラス B って置いて始めるんですけど、B が分かってるから切片 Q って。ここね。ってことは、AX プラス Q と置いて OK だろうと。じゃあ、あとこっち。これを代入して、X 座標マイナス3。X がマイナス3で Y が2分の9代入すると、マイナス 3A プラス9と。で、ちょっとまとめましょうか。3A イコール9マイナス2分の9なんで2分の9か。こうね。じゃあ3で両辺割ると A イコール2分の3と分かるので、求めたら式だからね。じゃあこの A に2分の3戻してあげて、Y イコール2分の 3X プラス9と。これが、で、問い2のカッコ1の答えになります。で、後ほどちょっと使うのでメモっておきましょう。Y イコール2分の 3X プラス9です。こうね。で、カッコ2番最後の問題です。最後は、線分 AC 上、おかしいな、AC 上に点 D を取ります。で、これは細かいことなんですけど、線分 AC なので、直線と線分の違いね。線分っていうのは A と C で止まります。こことここ。つまり、この上です、必ず。D がいるのは。まあ、この辺にしときましょうか、D。この伸ばしたこの辺にはいないよってこと。こっちに伸ばしたこの辺には D 来ません。線分だから。で、D を取って、ODA。まあ、後であれか、どうせ、わかることなんでちゃんと書きましょう。D はね、この辺なんです。こっちね。ここ。で、ODA は、ここですね。この面積が四角形 OBCA、さっきのひし形です。あいつの面積の一体、まあ、面積比が1対4ね。まあ、だから4分の1ってこと。この面積が。となるときに点 D の座標を求めなさいという問題。で、まず1個目に一番すんなり解ける解き方。これすぐ終わります。すぐ終わる。それで1回解きます。で、その後に、それが思いつかなかったら力技でも解けますよっていうのを一応紹介して終わろうと思います。まあ、それは気になる方はそっちも見てみてください。でね、今、これ便利なのが1対4ってところが非常に便利で、1対4ね。で、ひし形っていうのは、ちょっと書き出そうか。ちょっとちっちゃくするよ。こうやってひし形あるじゃないですか。で、さっきも言ったように、ここの三角形全部同じなので、例えば真ん中で割った時に、これ当然半分になります。半分。今、面積比が1対4だから、こいつ4分の1にしたいの。は、4つで言うと4分の1ね。で、今、この状態で、ここ2分の1まで減らせるんですよ。半分同じだからさ。ってことは、左半分でも同じでしょ？で、もっと行くと、じゃあ、この左半分の三角形を半分にできれば、結局4分の1なの。いい？半分にした後に半分にするから。ってことは、この D の ODA、今赤でね。囲ったこの三角形が左側のこの三角形の半分になってほしい。じゃあ半分になるのどこって考えたら、これは線分 AC の終点、ちょうど半分のところに来てくれれば、この三角形
これね、大きい、OCA か。この三角形と左半分の。こいつと ODA っていうのは高さが O で共通になってるんで、底辺さえ半分にしてしまえば面積も半分になるんだよね。だから中点でいいじゃんってことはすぐわかる。そこに気づければ、今求めたいの D の座標でしょ？ってことは、こいつと、こいつの中点、カッコ2、マイナス3の2分の9と、0の9の中点だったら、もう DOK じゃんっていう話なので、中点の求め方、求め方必ず覚えておきましょう。X 座標を足します。マイナス3ですね。マイナス3と0を足したらマイナス3。それを2で割ります。まあ、2分のをつけてください。だから、マイナス2分の3です。で、2分の9と9足してください。Y 座標を足すと、2分の9足す9っていうのは2分の27です。これ2分の18だからね。通分して。2分の27。それを2で割るから、一応書く。2分の27。で、割る2ってのはかける2分の1と同じなので、こうね。ってことは、4分の27となって、これで終了なの。中点でいいじゃんってことに気づけて、中点の出し方ちゃんとしてたら、もうこれで終わるっていうね、この1問は。っていうやり方になります。で、ここまでで OK で、これでね、OK、OK っていう方はここで止めちゃってください。で、ラスト別解というか、まあ、力技で解いたやり方紹介して終わります。まあ、別解とまでも、言っていいのかわかんないんだけど、まあ、結局 D を求めたいじゃないですか。で、いつも言いますけど、関数の問題で座標を求めろって言ったら、その求めたい座標の X 座標を文字で置きます。つまり、今 D を求めたいので、ちょっといっぱいごちゃごちゃしててごめんよ。ちょっと消しますね。ここの X 座標を、こうやって T みたいな感じで文字を使って置いてください。ちょっと入んなかったね。で、今、この D っていうのは、関数、こいつの関数の上の点です。ってことは、X に T、あ、X を T って置いたら、ここに T を入れることができます。Y イコール2分の 3T プラス9。それは何かっていうと、Y 座標が2分の 3T プラス9なんです。こうやって置ける。で、まあ自分がもし力技でやるとしたら、もう結局1対4って言ってるので、じゃあまずひし形の面積出してみようって考えます。まあ面積の話してるからね。じゃあ、ひし形。これね、OBCA。面積求めましょうと。で、ひし形の面積の求め方は、対角線かける対角線割る2です。いい？対角線割る、かける対角線割る2。今、こっちの対角線は9です。この座標9だから、ここ9。で、ここは3と3なんで6だね。つまり、対角線かける対角線、割る2はかける2分の1でもいいか。こうなるので、27なんです。ひし形の面積。これすぐ出る。いいね。ってことは、1対4なので、こっから、じゃあ三角形 ODA、1対4だから、この27の4分の1になればいいじゃんって話なわけよ。4分の27になればいい。ODA。こいつ赤ね。こいつが。じゃあ ODA の面積出すかっていう話なんだよね。で、ODA の面積っていうのは、関数の問題。面積っていうのは、X 軸。まあ、逆だったね。X 軸か Y 軸が一辺になってないと、すんなり出てこないんですよ、面積が。で、今これなってないので、ちょっと工夫をします。工夫をする。で、どう工夫するかっていうと、まあ、パズルみたいな感じで、この三角形、青のね、左半分のこの三角形から、ここの三角形引き算しましょう。そしたら赤残るじゃないですかっていう作戦で解いていきます。面積に関しては。ODA、これですね。赤の面積は、三角形 OCA、左半分、引く、細長い OCD か。じゃあ、これで行きましょうと。ね。で、じゃあ、三角形 OCA。ここに関しては、まあ、もともとこれが全部で27って言ってるから、その半分ってすぐわかるんで、まあ、2分の27なわけよ。ちょっとインクがね。2分の27。まあ、ちゃんと出すんだったら、底辺9でしょ？高さ3だから、9×3×1/2で2分の27になりますと。で、引く OCD に関しては、OCD、底辺は同じく9です、ここ。9。
で、高さがここなので、今。ここ。ここ何かっていうと、D の座標が T の2分の 3T プラス9なの。T の2分の 3T プラス9。で、今、これを T って置いちゃってて、図からわかるように、今、T、X 座標、これは絶対マイナスなのね、こいつ。T は負になんなきゃいけないのがわかってる。あ、もともとマイナス T って置いてもよかったんだけど、負になってるのがわかるので、ここ、高さはマイナス T になります。どういうことかっていうと、今この座標がもし、マイナス5の、じゃあ2分の9とかとします。D がね。その時みんな面積どうするって言ったら、ここ、高さマイナス5ってしないでしょ。マイナス取って5ってするじゃないですか。つまりここの座標を、if 語、符号を変えたものが高さになるので、こうマイナス T になります。もともとマイナス T で置いてれば T で OK。高さは逆だからね。なので、底辺が9。底辺が9。高さがマイナス t。で、かける2分の1ですね。こうなる。で、まとめると、下入るかな？これマイナスマイナスだから、プラス2分の 9t か。こうなる。いやー、入ってなかった。こっち行こうか。2分の27。プラス2分の 9t と。こうね。これが三角形 ODA。で、さっきも言ったように、こいつが4分の27になんなきゃいけないから、式としてはこうなります。ここ式ね。じゃあこれ解きましょうってことで、まとめると、2分の 9t。で、これ右辺に持ってって通分すると、マイナス4分の27となります。で、両辺9分の2でもかけましょう。これ付けしたいからね。9分の2をかける。こうして、で、まとめると、マイナス、二分の三。入ってる？あ、ギリだね。t がマイナス二分の三になりましたと。ちゃんと t 負になってるからね。まあ、t 負じゃないとあかんから、これ今。なりました。じゃあ t 何だったかっていうと、t はここの x 座標なわけよ。ってことは、x 座標マイナス二分の三。で、t のここにマイナス二分の三入れて計算すると、四分の二十七になるから。じゃあ d の座標はこれでしたねっていう。力技で解くんだったら。もちろん途中でこの面積半分でいいじゃんみたいな気づいたらもっと省略できるんだけど、もし何も気づかなくて、このね、面積、全体の面積を出して、こいつの面積を出して、1対4か、それで力技で持っていこうっていう解き方もできないことはないので、まあまあまあ、こうね、オーソドックスな求めたい座標の片方、X 座標を文字で置いて解くっていうやり方も一応できますので、参考にしてもらえたらと思います。まあ長々話しましたけど、これでいいから。気づければこれでいいから、今回は。いいかな。こんな感じです。では、今回はね、この関数の問題やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。